連ダム。ハチスダムは、三重県松阪市伊高町、森千崎、一級水系串田川水系八須川に建設されたダムである。国土交通省中部地方整備局によって建設された特定多目的ダム法に基づく特定多目的ダムで串田川水系に建設された唯一の多目的ダムである。また、三重県内では唯一となる。 国土交通省直轄ダムでもある。串田川及び連川の治水と松阪市をはじめとした南西地域及び、島半島とその周辺島諸部への利水を目的としている。ダム湖の名称は奥海肌湖。三重県南西地域を流れる串田川は、宮川島と同じく、日本有数の田内帯である大高山脈を水源とする。このため梅雨の末期や、 台風襲来時にはたびたび集中豪雨が流域を襲い、その度に甚大な被害を受けた。特に1959年、昭和34年の伊勢湾台風では、宮川流域は昭和32年に完成していた宮川ダムの洪水調節により大きな被害が出なかったが、串田川は過去最悪の洪水被害を出し、死者16人、重軽傷者248人、 浸水家屋3814個という莫大な被害であった。このため建設省、現国土交通省は、串田川の緊急的な治水対策に乗り出し堤防、補強延伸のほか、火水流化速害の要因となっていた固定石、串田川投資港の稼働石化を1964年、昭和39年により行い、1969年、昭和44年に、 串高だかとして改築された。その後、串田川水系は1967年、昭和42年5月に一級水系に指定され、翌1968年、昭和43年2月8日には、河川整備の基準計画である、串田川水系工事実施基本計画がまとめられた。この中で、総合的な治水対策として、 福下川上流にダムを建設する計画が持ち上がった。一方、島半島の飛ばし、島市、南伊勢町の地域は交通網の発達により、観光客と水需要が増加し、これに伴う、上水道整備が課題となった。特に大河川のない島半島や離島においては、滑水時には深刻な水不足を招いていたため、新規の水資源開発が避けられるようになった。 島半島北部を流れる宮川の水は豊富であるが、水力発電に用いた後で大部分が熊野灘に流され、流域以外へ給水する余力が不足していたことから、串田川が注目された。こうして、治水、利水の必要性が串田川水系で求められ、多目的ダムの建設が要望された。だが、串田川本川はダムを建設する適地がなかったため、 支流のハス川に特定多目的ダムを建設することで、治水、水に供することとなった。そして1971年、昭和46年、建設省中部地方建設局、現、国土交通省中部地方整備局は、串田川総合開発事業の一環として、連ダムを建設する計画を発表した。ダムの建設により65個の住居が水没することから、 住民の反発が激しく、保証交渉には、時間がかかった。建設省はこれを打開するために1978年、昭和53年3月28日に、水源地域対策特別措置法の対象だとして、指定し、水没地域の活性化策や、観光振興策、水没住民に対する保証額引上げや、移転時住宅利子補給等の保証策を住民に、提示した。 これにより1981年、昭和56年には保証交渉も打結し、同年より建設工事を開始。さらに10年後の1991年、平成3年に完成した。計画発表より20年が経過していた。目的は、串田川流域の洪水調節、串田川流域の正常な流水量維持を図る、不特定利水。 南西地域への上水道供給、工術、及び三重県企業庁による認可出力4 8 0 0ットの水力発電である。洪水調節に関しては、伊勢湾台風時の洪水を基準とした洪水調節を当初図っていたが、1994年、平成6年9月の豪雨において、ダム付近で総雨量6 7 3ミリメートルを記録。 ダムの洪水調節にもかかわらず、伊南町、伊高町で浸水被害が発生した。このため、両町長や流域住民から、ダムの洪水調節計画の見直しが強く要求され、事態を重視した建設省は、ダムの洪水事例と捜査規則改め、下流の疎通能力が向上するまでの暫定的措置として、最大放流量を、毎秒1000トンから350トンに減らすこととした。 これ以降ダムは洪水調節に威力を発揮し、2004年、平成16年9月の台風21号において、洪水調節能力を超える出水となった宮川流域では、上流、中流部で甚大な被害を受け、下流域では、堤防決壊が危惧される事態に及んだが、伊勢湾台風の時とは逆に、串田川では、基準点、両軍の流量では、平成6年9月出水と、 同規模の出水となったが被害は最小限に抑えられた。串田川は警戒水位を上回ったもののダムの洪水調節によって1.2メートルの水位低減を飯高町の田園観測所で記録した。その結果、浸水は飯南町の一部に限られた。過去の失態を教訓とした結果、ダムと堤防などの治水事業が有効に機能した一、例である。一方、 上水道事業としては1992年、平成4年4月より、南西島水道用水供給事業として、南西島地域、伊勢市、松阪市、鳥羽市、島市、滝郡滝町、渡来郡玉城、滝郡名和町、渡来南伊勢町への給水が行われている。南西島水道は、串田川中流の鶴取水口より取水され、 滝町の滝浄水上水場から給水されている。滝浄水上水場からの送水管は、水資源が豊富な三重県中税地域から、慢性的な水不足に悩む島半島地域への、給水が目的であり、玉城昼田から宮川を渡り、伊勢市佐八町より宮川を遡り、サニーロード沿いに山を越え南伊勢町船越から、東方の島市浜島町で、上地ダムの給水を補助し、伊勢市から、 東方の飛ばしの水源となり、上島などの離島の水源にもなっている。上島では1979年、昭和54年より、本土からの送水を受けていたが、本土の飛ばし内も頻繁に水不足に悩まされる地域であったため、不安定な給水にしばしば悩まされていた。レンダム管以後は、上水道、下水道の整備が一挙に進み、 水泉と入れ普及率が100%になる水産品の加工に大量の水を使えるようになるなど、島民の生活の質が大幅に改善した。ダムによって離島の水需要が大幅に改善した例は、長瀬ダム、河野川、高瀬関、大田川、恩井ダム、滝山川による芸与諸島への供給などがある。ダムによってできた人造湖は奥川裸というが、これは ダム完成に先立つ1990年、平成2年に一般公募にて決められた。名前の由来は、付近の渓谷である奥加田峡からちなんだものである。加田峡県立自然公園に指定されていて、奥高田湖周辺には、連八滝と呼ばれる八ヶ所の滝があり、遊歩道なども整備されているほか、ダム下流には、奥加田峡温泉もある。また秋には、紅葉が湖面を彩る。 例年10月には、奥高肌湖、マラソン大会が実施され、15km、6km マラソンと 3km、トリムウォークが行われる。これ以外でもダムは常時開放されており、事前に申し込めば、ダム内部も見学することが可能である。奥高肌湖は釣りも可能であるが、ブラックバスなどの外来魚の再放流は、三重県の条例により禁止されている。ダムへは、伊勢自動車道。 松坂インターチェンジから国道166号を経由し、奥川畑郷温泉方面に進む。公共交通機関で利用する場合は、JR 東海、紀勢本線松坂駅より30交通バス、奥川畑郷温泉スール行で、宇東木バス停下車、徒歩20分である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。